後崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、皆さんに素晴らしいものを、はい、佐々木チャンネル、はい、持ってきております。鎌田さんもあんまり見たことないかな。あんまり見たことない。知ってる？俺プロ野球選手だったって。まあまあまあちょっとだけ知ってます。多分今見てる人も、はい、多分1割ぐらい野球大好き芸人やって思ってる人いるか、もしくは野球大好き YouTuber みたいな、お前こうやたらと野球詳しいなこの人みたいなって思ってる人も多分いるかもわかんない。だからまずは里崎が現役のプロ野球選手だった時の最終890本目のヒットをご覧ください。はいはい、おね、2004年5月7日あ4対2で勝ってる試合なんですね。うん、そう、きっちりカラカーがね投げてて、6回表、今も現役のピッチャーね、はい、日がよね、これが独特なフォームですね。おー、うまい。おー、このこれが現役最後のヒットです、はい、最後のヒット、890本目。これ何年何月何日、2014年ですか。だから2014年5月7日って書いてたの、さっきあ、見逃した見逃した5月7日か、はい、はい、で、これ、うん、最近ね、はい、よく NFT って、うん、NFT っていう、結構聞くでしょ。いや、聞きます聞きます。しかも、はい、あの一緒にね、浜田さんイベントしてプロ野球界の NFT っていうところをね、広めていこうっていうところで、うん、まあ、ある一つのデータが、はい、世界に一つだけのデータであるということを表現できる技術のことなんですよ、はい、だからこれが世界に一つだけっていうね、はい、でこれをブロックチェーンというのを使って、はい、そのデータに希少価値をつけさせることが可能になったんですよね、はい、で NFT はデータに価値を乗せることができるので、物理的なグッズを組み合わせるような今までにない新しいアイテムが生まれることが期待できるっていう、はいはい、ことなんですよ。私も記者会見っていうかイベントやった時に知りましたけど、うんうんうん、その動画を持ってる証明みたいな、そう、くれるらしいのよ。なんかもらえたりとか、そのだからデジタル絵画的な、はい、そんな感じだよね。デジタルの資産価値を上げて、うん、しかもナンバー入って刻印入って証明書くれるみたいなね、うん、でもこの動画の所有権は私にありますみたいな、うん、そう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 、この所有権も俺にはないんだけど今ね、あ、今ないんですね。ないないない今いい、でもいい映像ね、みたいなのよ。いい映像、はい、で今はね NFT を買うことしかできないんですけど、はい、将来的にはそのデータの販売もできるようになるみたいな、うん、はい、今はね所有することしかできないんですけど、うん、およいろんなことを積み重ねていこうみたいなね、うん、感じの状況ではあるんですよ。なんかこれからどんどんさらにね、今の段階よりも広がっていきそうな NFT でね、うん、ありますよね。ということは初めからやっといた方が後々いいかもかんないね。どんどん価値がついていく可能性があるんですよね。そう、あるあるの、今のは今しかないからね、はい、どんどん新しいものができても、はい、やっぱ最初に入っていかないと、はい、いいものすぐなくなっちゃうからね。誰ですもんね、 YouTube も早めに始めたのがすごい。そうそう、しかも俺の最終打席も、はい、今もう多分人気沸騰中、うん、あ、何もう売られてるんですか。うん、売られてないけど、はい、今見て、はい、多くの人が欲しい欲しい欲しいみたいな、うん、もうそれ早いもん勝ちだから、はい、ね、まだ売り出してないけどね、将来的になったら、うん、はい、うん、だから最近ね見た最後の現役最後の打席の映像も、はい、どうして俺が最終打席を NFT にしたいと思ったかっていうのはね、うん、まあ、最後の打席っていいじゃないですか、その選手の思い入れもあるじゃないですか。しかもあの最後のヒットってあんまり報道されない、うん、プロ入り初ヒットとか初ホームランとか初勝利とかは結構ピックアップされるけど、はい、現役最終打席のヒット誰からどこですかって言われなくね。そうですね、しかもその当時って、うん、これが最後のヒットになるか分かんないじゃないですか。分かんない分かんない、引退試合で打ったらそれは最後のヒットの可能性高いですけど。そうなんですよ、だからそういうのもね、はい、初ヒットとセットでね、この NFT にして組み合わせても、はい、俺は面白いんちゃうかと。初ホームランと最後のホームラン、ちなみに初ヒットは誰から。初ヒットは初出場3打席目西武の石井隆さんからレフトフェンス直撃、あと30センチでホームランっていうスベースです。でも試合はボロ負けです。そうなんですね、はい、でちなみに初ホームランは2002年当時の福岡ドームピッチャー山田昭司か、うん、立命館から入ったドラフトに、はい、高めのボール球を振り抜いてレフトスタンドでホームラン、はい、うん、試合はボロ負けです。あ、でもよく覚えてますねやっぱりね。そう、1本目はね、うん、でも最後のホームランは覚えてない。そんなもんなんですか。だって多分2014年にはないからね、はい、だから13年のどっかなので、オープン戦入れたら2014年の杉内からホームラン打ったのが最後なんだけど、それオープン戦だからね、はいはい、でもそういうのも選手自体も覚えてないことって結構あるからね、うん、だから袴田さんもなんかコレクションしたい、はい、楽天で言うとあります、コレクションしたい。いや、もう本当に自分の中で残しておきたいと思うのはやっぱりリーグ優勝と、初の2013年9月26日のリーグ優勝と11月3日の日本一、うんうんうん、あれは残しておきたいなと思います、ね。あれはやっぱり楽天ファンにとったら今現時点ではマックスボルテージが上がる、もう歴史的な
だからあれじゃない2005年の楽天創設1勝目と優勝を合わせた、うんはい、こっから始まってここみたいな、もう何回見ても泣ける気しかしないです、うん、あの開幕創設1年目100敗するかも分かんないあれから、はい、30何勝しかしなくて10年の時を経て日本一になるみたいな、うんはい、いいねそれいいですね。しかも10年経たずにね、うん、優勝成し遂げたんですよ、ね、しかも2005年、はい、俺が負けてあげて、あ開幕戦岩隈投手の時ですか、うんはい、俺ヒット2本ってタイムリー打ってんだけど、うんまあ、きっちり負けてね。あでもいいですね、そういう選手にとっても思い出とかファンにとっても思い出を残しておけるようになるかもしれない、うん、それを所有することができる、ね、しかもデジタルでね、はい、しか劣化もしないからね、うん、そういったところはいいですよね、はい、で実はパリーグとメルカリが去年からそういうサービスを始めたんですよ、はい、その記者会見に出させていただいたんですよ、うん、昨年のね、うん12月に参加してもらってね、はいうんはい、そこでいろんな発信したんですけど、はい、今ももちろんいろんなものを販売されてるわけですよね、NFT、うんうん、完売してる商品とか結構あるんですよ、あるらしいんですよね、はい、しかもね知ってて買う買わないを判断するのはまだいいですね、はい、知らなくて買えないの、はい、一番ダメなんですよ、はい、あーそうですね、あー欲しかった、欲しかったって、ね、遅いの、そういった意味でも、はい今回ね視聴していただいた皆さん、はい、お得な情報です今日は。でこのサービスはねパリーグエキサイティングモーメンツは、まあ、さっき紹介したみたいなファンとしては胸熱なシーンなど、はい、パリーグ6球団の記憶に残る名場面や、はい、メモリアルシーンを捉えた動画コンテンツを自分だけのコレクションとして、はいまあ、保有できるんですけども、はい、パリーグ6球団公式のサービス、うん、ここ大事、公式公式ってなかなかないんでね、うん、そういったところではかなり付加価値上がると思うんですよね、はい、ちなみに気になるのはこの NFT の動画おいくらぐらいで買えるのかなっていう価格は1000円からなんですよ、1000円から下は1000円から、はいまあ、いろんなね値段ありますけど1000円から販売してるんで、はい、だから普段買ってるタオルとかグッズとかマグカップとか、はい、球場で買うじゃないですか、はい、それと同じような感覚で、うん、この NFT が手に入るんですよ。購入した動画はダウンロードしてスマートフォンなどでいつでも楽しむことが可能ですし、そしてそのデータを保有していることを SNS などアピールすることもできます、うん、Twitter とかいろんなところで、はい、俺これ持ってんだ買ったんだぜみたいなね、うんうん、で、まあ、メジャーリーグとか NBA だと、はい、こういう動画を持ってるファン限定のイベントとか限定で参加できるキャンペーンが開催されてまして、はい、ファンなら持っておくべきマストアイテムにそのなってるらしいんですよ、あちらではね、だから今後ね、はい、日本でもそういうのを持ってる人だけのイベントが行われたりとか、うん、いろんなこのね情報交換だったりとか、はい、できるようなシステムがね、はい、出来上がるかもわかんないですね、はいうん、まだまだこれからどんどんっていう感じですかね、そうそうなんですよ、あと、はい、今回はですね、じゃあ今どんなのがあるんだいっていうね、あそれが知りたいですよ、興味あるじゃないですか、はい、やっぱりね、うん、里崎の昔はいいですよと、まあ、欲しい方もいるでしょうけどねけど、はい、今どんなのがあるんだいっていうところでね今回、はい、いろんな中から里崎がいいと思ったプレーを選定してご紹介しますけども、はい、里崎がね選定したのはこちらのレアなプレーでございます、はい、ということでこちらです、はい、2022年3月25日オリックス対埼玉西武開幕戦ピッチャー山本おダイビング、これすごくないですか、すごい、こう怪我の可能性もあるんだから恐れず、うんね、しっかりダイビングして、はい、山本投手のねいいピッチング集はいっぱいありますよ、うんはい、それはねダイビングして取るプレー、うん、なかなかないです、無二のこの出足もいい、そしていやなんか覚えてるもんなこれ、うん、これなかなかないじゃないですか、希少価値あると思うんですよ、そうですね、はい、自分でこんな飛び込んで取りに行くっていう、しかもきっちりこの試合もね勝ってっていうところですからね、はい、これが、はい、だこういうね もちろんホームラン、メモリアル、はい、勝ち、三振とかね、うん、そういうのもありますし、こういったね、はい、レアなプレーとかの NFT もあるんで、はい、そういったところではねいろんな自分がね好みの映像があるはずなんで探してもらいたいですね、はい、そうですね、うん、そしてなんとですね、はい、今回ロッテの佐々木朗希選手の完全試合についても特別に販売してるんですよ今ね、しかももうやっぱりもうこのシステム知ってる方いるじゃないですか、うんうん、エキサイティングモーメンツベータ、うんうん、なのでもう売り切れてるものもあるらしい、そうなんです、なんか13連続奪三振一発目と最後とか、はい、なんか何個目のアウトも今売り切れとかあるらしいんですよ、そうなの、はい、人気急上昇中だからね、はい、これも早いもん勝ちだからね、だから見て早く調べに行った方がいいかもしれないです、でも俺のじゃあ佐々木朗希、はい、完全試合の一番胸熱シーン言っていい、あどこですか、9回にショートゴロ藤岡が取ってふわふわのボールを投げるやつ野手の守備の方、いやあの緊張感出てたよ、伝わりましたよ、なかなかボール離れてない、はい、で離れたと思ったらふわふわふわって若干それてるからねあんなショートの真正面なのに結構慎重に、本当にめっちゃ超慎重に、今までにないぐらいの慎重に投げたと思う、はい、あの野手の緊張感も含めた完全試合になる
あの藤岡、その前のエチェバリア、はい、あの2人のね、いや、サードゴロ、ショートゴロ、はい、俺は胸熱やな。え、じゃあちょっと長めに9回っていうところで、うん、作ってもらいたいですよね。9回、それ激熱やな、はい、からの、うん、あの俺はもうね、13奪三振も大事だけど、はい、俺はあの緊張感を持って野手が守り抜いたっていう歴史も NFT で残してほしい、はい、うん、そうですね。で、あれを見て、北斗見ながら完全試合を見てほしいね。わお、わお、緊張してるねみたいな。完全試合のに若干面白いっていう。そうですね。ピッチャーだけじゃなくて、やっぱもう全員で掴み取った完全試合は、そうそう、それが出てるのが、うん、あ、9回なのよ、はい、だから俺は何気にあの9回が好きなのよ、うん、野手も頑張ったねっていう、野手のおかげでもあるよねっていうのの象徴してるところなんで、うん、はい、三振もいいよ、うん、でも俺はもうチームだからね、完全試合は、うん、そうですね、ちょっと胸熱だね、はい、あれが。私、完全試合とか試合で好きなところって、うん、試合が終わった瞬間とか三振取って、うん、こう緩む顔がすごい好きなんですよ、うん、ちょっとこうやってやって、そう、ちょっとこうやってやってたところとか、うん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 、あーはーってなりますね、うん、でなんかあーって一番なってんの野手だからね。あの外野とかがこう走ってくるときに、だってあの試合レフト一回も飛んでないからね。そうみたいなネットがあるんですね。ああ、だからもう、ね、うん、フォーはピッチャーだよ、野手がカメラに映らないところで、はい、ってやってるから、そういうところも入れてほしいですね。ないと思うけど、はい、可能だったら、うん、全員の顔をワンショットで終わった瞬間抜きたいよね。面白い。いいですね。ないと思うけどね。なんかこう急分割していただいて、そうそうそう、終わった瞬間の全員の顔みたいなね、はい、うん、あとあの仮にねリーグ優勝日本一になった時に、はい、まあ無理だけど、うん、終わった瞬間の全員の顔、あ、でも本当どんな顔してるのか見たいです。そう、終わった瞬間の優勝が決まった時とか、決まったアウトになった瞬間時のその主要メンバーの顔が映ってるみたい、はい、うわ、完全試合達成した時のみんなの顔見たい。でもそんなお前カメラ何台いるんやって話だからね。もうほとんど佐々木朗希投手ですから。でもそういうのもね、はい、で実際に今登録すると、はい、佐々木朗希投手の完全試合特別ラインナップ販売と合わせて4月10日記念グッズ、うん、で ZOZO マリンスタジアム VIP 招待券が当たります。だから上の一組限定で最大6人までの上 の、 あのマリンの上のビップルーム、ボックス席みたいなビップルームを当たるらしいんですよ、はい、しかも今後は月間の試合の中から3選手のプレーを里崎が選定し選んだシーンを里崎セレクトとして NFT 化するようなことも検討中らしいです。へー、検討中だって。そうですね。誰選ぶんですか、どういうプレー選ぶんですか。それはもう俺は変わってるから、はい、あの変わったやつ選んでる。俺好みだからね。それはもうだって山本の三振とか勝ったとこじゃなくて、はい、そのダイビングしてるとこ選んでるから、はい、俺も今いろいろ頭にあるよ。オリックスの北があの最後サヨナラの可能性あるときに、うん、中村のジャックルを見逃さないで止まってたけど、ホーム突っ込んできて、はい、ナイススライディングでサヨナラとかの、はい、あのベースタッチとか、へー、伝わりきれないところが好きなんだよね、うん、そういったところとか、はい、いいじゃんね。いいですね、うん、あ、でも今本当に次回発売されるのもさまざまなラインナップありますから、うんうん、ぜひ今欲しいと思った方は見に行ってほしいですね。そうですね、どういう商品があるのかね、うん、それを見た上で自分がね、はい、もし気に入るのがあれば、うん、今購入できますからね、はい、コレクションしたいですね。ねえ、うん、しかも俺の最終打席も、はい、今検討中らしくて、あ、まだだから販売されてないですね。そうそう、販売されるかどうか検討中らしくて、はい、検討することなのっていう。じゃあどのぐらい欲しいかっていうのをあのコメント欄に皆さんが欲しい欲しい欲しいっていっぱいコメントしてくださったら。そうだね、じゃあ価格はじゃあ10万円から。いや高っ。ね、なんで10万円ですか。最後、もう俺二度と現役にならない。最後、まあ、ですけど、まだ佐々木朗希はもう一回完全試合するかもわかんないし、はい、俺もう二度と打たない。いや、だからじゃあ最終打席は2万円ぐらいにしていただいて、うん、最初のヒットとかそういうの全部組み合わせてあと10万円でいきましょう。お、いいね。でも全員下向いてんで、ね、目合わせへんで、俺と。あれみたいになってますね、うん、見てる方次第じゃないですか。いるのよ、俺が大好きな人が。いますよね、うん、10万円でも買ってくれると思うよ。はい、1人だったらいいじゃんね。1名だったら、ちょっと1人だったらいいですね。うん、そういうのも手じゃんね。母数がだって何百も全員が買えるわけじゃないですから。まあでも限定100人にして10万円でいいんじゃない。どんだけ儲けようとしてるんですか。ちょっとハマーさんとかだとね、はい、勝利の女神的なヒーローインタビューあるんでしょ。実は、はい、あの2016年7年にヒーローインタビューを楽天でしてるんですけど、うん、7回して、うん、7回とも楽天が勝ってるんですよ。じゃあヒーロー女神タイプでね、そのハマーさんがヒーローインタビューしてるのを NFT でっていうのもね、ハマーさんファンの皆さんには朗報ですよ。出る可能性ほぼほぼないですけど。いやいや、でも全勢力をかけてね、はい、商品化されるかもわかんないんでね。でもそういうのもね、うん、いろいろね
この選手によってこれからねどんどん出てくるんで、皆さんもね今日知ったと思うんで、ぜひね概要欄に詳細載せてますから、そこからねいろんなのを自分で目で確認してね、もし興味があればねそういったところ、今がチャンスなんでね、いろんな選手のものをね手に取って自分のコレクションにしてほしいですね。そうですね、本当価値出てくると思いますよ。そうですね、だからあとは里崎の初ヒットと最後のヒットがセットで売られるのか、袴田さんのヒーローインタビューが売られるのか検討してますから、ぜひね発売されたらねすぐ買ってください。はい、あの欲しいよっていう方、私のヒロインタビューも買いますってコメントください。そうですね、多ければね、そう検討してくださる、そう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 、はい、皆さんね、反響、そして概要欄からね、ぜひチェックして皆さんのね、日常のコレクション一つプラスアルファしてほしいですね。はい、